ランナーはいませんが、この形から投げます。マウンド上の小川、かなり球種もありそうですね。そうですね、ある意味何でも投げれそうな、はい、またここまでの、ピッチングですよね。ですね。今のも136キロなんですが、まあ、綺麗なストレート。そうですね、通信向けに見えますよ ね、 今のね、はい、ではなさそうですね、はい、綺麗なストレートではなさそうですね。やはり上から角度つけて投げてきますので、はい、身長は、ね、あまりありませんので、それを大きく使って、さらにそれで最後に動かすというようなピッチングスタイルに見えますね。レフトへ引っ張って、そのままスタンドへ飛び込んでいきました。今シーズン第2号、住谷久々の一発が出ました。高めに入ってきたところを、まあ、コンパクトに振り抜いた当たりがレフトスタンドに飛び込んでいきました。今ゆっくりとホームイン、ライオンズ先制。高めの球を、まあ、上から叩いたという住谷ですけれども、この打球が伸びてレフトスタンドに飛び込んでいきました。うまく打ちました住谷。そうですね、力強いスイングしてくれましたよね。そうですね。久々の一発が出ました住谷。